します。どうしましょう。すごい、ついに始まったんですけれども、私の、何話せばいいんだろう。ちょっと、すいません。ちゃんとご挨拶をしますね。はい。さあ、今日はですね、2021年4月8日の木曜日なんですけれども、8日ということで、実は私、8という数字にすごく縁があってですね、まずは誕生日なんですけど、私は8月8日生まれで、8時に生まれていて、坂道合同オーディションのショールーム審査番号も18番で、乃木坂46のメンバーとしてブログを書き始めた日も5月8日で、そして今日は4月8日ということで、なんかここまで来ると自分でもちょっと怖いですね。すごい8にいろいろと運命を感じすぎて今感動してます。この先この乃木坂ロックスも末広がりの8のようになっていってほしいなと今すごい思っています。すいません、こんな8トークを頭からしてしまったんですけど、挨拶がまだでした。すいません。ということで、生徒の皆さん、はじめまして。毎週木曜日のこの時間を担当させていただくことになりました。乃木坂46 4期生の柿遥です。Attention everyone! 乃木坂 Live! 柿遥。すごい、こんなかっこよくカキハルカって言ってもらっちゃってすごい嬉しいです。実は今日デビューした時に初めて私がこのステージに立ったのが乃木坂46のお見立て会っていうステージで、そこで自己紹介で使ったスケッチブックを今日持ってきてて、すごいその時の私が頑張って考えた自己紹介の絵がいろいろと書いてあるんですけれども、それができないかなと思って持ってきて、今日お見立て会でした自己紹介をした動画を今ツイッターにアップしました。わあ、でも今はあの授業を聞いてくださいね皆さん。後でのお楽しみということで、はい。もともとそうですね、スクールオブロックには遠山校長と芦沢教頭時代に1回と坂田校長と小森教頭に代わってからも2回ほどお邪魔させていただいたことがあるんですけど、こうして一人で完全に投稿して喋るのは初めてで、今もすっごい緊張してるんですけどでもそうですね、なんかこう一人で喋るっていうのもすごい今までまだやったことがなかったので、すごく今ワクワクしてます。はい。そして生徒の皆さんからもたくさんメッセージが届いてるみたいですね。三重県15歳男の子、ラジオネームズコドンくん、ついに柿はるかちゃんがやってくる、絶対聞く、やばい楽しみ。嬉しいですね、ズコドンくん。投稿してくれてますか。楽しみって言ってくださる人がいるの本当に嬉しいです。頑張ります。で続いて鳥取県14歳男の子、ラジオネーム釜飯レッドくん、柿はるかちゃん4月の意気込み、みんなついてこーい。うん、ついてこ。これはあれですね、4月から始まる女子クラスとアーティスト講師の皆さんのご挨拶動画で私がこう叫ばせていただいた内容ですね。みんなついてこい。すごい頼りないみんなついてこいだったなって自分では思ってたんですけど、こううん、ついてこって感じでついてきてくださるのすごい嬉しいです。ありがとうございます。もしよかったらスクールオブロックの YouTube も見てみてください。ありがとうございます。たくさん今日は生徒の皆さんに就任のこうご挨拶はもちろんなんですけど、この乃木坂ロックスではこれから先どんな授業をしていくのか、今から講師名について発表したいと思います。まずこのアーティストロックスでは皆さんそれぞれが担当する教科だったり担当の持ち場や教室があって講師の名前があるんですけれども、この乃木坂ロックスの講師名は一体何になったのか皆さんもきっと気になっていると思うので、
早速今から乃木坂ロックスの講師名を発表します。その講師名は黒板に書きます。あ よし、読み上げます。4組の副担任。乃木坂ロックスの講師名はこちらになりました。わなんでこの4組の副担任になったかと言いますと、この乃木坂ロックスは月火水ときて木曜日の4番目、そして私も乃木坂46の4期生、これからはスクールオブロックの中に新たに新設された4組の副担任を担当させていただきます。ちなみに私は副担任ということは担任の先生が他にいるってことなんですけど、誰なんでしょうかね私を副担任のはずなんですけど、ちょっと担任の先生を知らないのでもしかしたらこれからどこかにしれっと登場するかもしれないですね。副担任という言葉の響きで言うと、担任の先生よりも生徒のみんなともっと近い距離にいるイメージなので、これから先私とはこう友達のように接してくれたら嬉しいなって思います。改めまして4組の副担任としてよろしくお願いいたします。はい今日は乃木坂ロックスがスタートしてから初めての授業ということで、生徒の皆さんに初めましての新任ご挨拶もしていきたいと思います。いやー、ドキドキします早速ではありますが、乃木坂掲示板やメールでメッセージを送ってくれた生徒のみんなに電話をしてみようと思います。いやー、どうしましょう。一人一人にこう一対一で話すのすごい初めてなのでめっちゃ緊張しますじゃあ電話してみます。はい、あ、どうしよう。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、はじめまして。乃木坂ロックスの柿遥です。埼玉県17歳のレナティです。あ、こんにちは。こんにちは。今日からこう、乃木坂ロックスが始まったので、早速この生徒のみんなに新任のご挨拶をしています。はい、嬉しいです。いやー、これからよろしくね。よろしくお願いします。毎月木曜日欠かさず通います。わー、嬉しい、ありがとう。この春からは何年生になるんですか？あ、春から高3で受験生になります。わー、受験生。はい、あの、実は私、あの、女子校の地理学校に通っていて、うん、あの、カッキーとなんか似た境遇だなって思ってて、うん、もうすごいさっきが憧れの存在で大好きです。嬉しい、そんな、うん、もう受験生大変？大変ですね。もうなんかずっと受験していて、うん、乃木坂のライブとか握手会になかなか行けないので、うん、早く大学合格して行きたいなと、うん、思っています。まあ、待ってる。ありがとうございます。もうずっと応援してる。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。うん、あの、すごい、こんな話をしてあれなんだけど、ちなみになんですけど、はい、あの、乃木坂のメンバーで教えていたりしますか？はい、あの、柿遥ちゃんです。本当に？信じていいの？いいです、もうずっとオーディションの時からずっと見ていて。本当に？嬉しい。大好きなんです。うわぁ、そんな、一番初めの電話でそんなこと言われたら私頑張っちゃうよ。あ、もう頑張ってください。ありがとう、お互い頑張ろうね。はい、ありがとうございます。ずっと応援しています。ありがとう、これからよろしくね。はい、よろしくお願いします。ありがとう。じゃあバイバイ。バイバイ。失礼します。可愛かった。可愛かったって、うん、可愛かった、すごい。頑張ってね。受験生の方皆さん頑張ってください。はい。お？カキ。なんで？なになに？
めっちゃ緊張してる。オープニングからなんと副担任として頑張ってると思って、今ずっと聞いてる。なんで、待って、私泣いちゃうよ。やだやだ。嬉しい、でもありがとう。泣いちゃった。どうしよう。今日朝一緒にいたから。そうそう。そう、寂しかったから、ちょっと嬉しかった。そう、カッキーに、ちょっと、ドッキリみたいな感じで。カッキーを応援しに来ちゃいました。あ、自己紹介してない。そうですね。生徒の皆さん、こんばんは。びっくりされちゃった。ごめんなさい。乃木坂464期生の早川聖羅です。あー、アウトオブザブルー。私もね、カキと一緒にスクローブロックね、来校したことあるし、ね、うん、やっぱり乃木坂ロックスが始まるってことで、うん、カキの様子をね、見届けに来ちゃったわけですよ。それで一緒に朝行ったの。そうそうそう、嘘ついてね、取材って言ってたけど、本当はもう朝からワクワクして。あ、そうなの。楽しすぎてカキの前でいろいろこう今日取材喋れるかなとか言ってたちょっと念入りにちょっとお芝居しちゃった、うん、あ、そうなの。なんかスケッチブックもこう何回も書いてるの一緒やのに、うん、何回も見直してあ、大丈夫かなって言ってるのが結構印象的で、でもそういうカッキーの真面目で頑張る姿勢がきっとこれからこう聞いてくれてる生徒のみんなに届くって思ったら、うん、すごい私は嬉しくて、ワクワクして、いやもうこれからもう私もちょっとになっちゃうなと思った。嬉しい。あ、せっかく来てくれたんだし、さ、今からさ電話、うんうんうん、しようと思ってたから生徒のこと、はい、このまま一緒に電話しよう。しちゃっていいんですか。はい、あ、じゃあお願いします。はい。じゃあちょっとかけます。もしもし。あ、もしもし。え、もしもし。もしもし。乃木坂ロックスの柿遥と、早川聖羅です。あ、やばい、どうしよう、ちょっと待って。そうだよね、私がいることも知らないから、ね。いや、ちょっと待って。え、もう今ちょっと状況読めてないですけど、ちょっと、東京都18歳のさらば青春の光輝です。よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。え、聖羅ちゃんもいたんですか。そうなんです、実は。応援に駆けつけちゃいました、お二人とも本当にちょっと待って、大好きすぎてもう、嬉しい嬉しい、ね、どうしよう。やばい、かわいい、かわいい。嬉しいです、嬉しいです、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こうきくんは、はい、大学1年生になるのかな。はい、なりました。4月1日にも学校行って、はい、あの乃木坂好きですっていう自己紹介をしたら、お友達ができて、よかった、おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。楽しんでね。ありがとうございます。ラジオネームにさらばって入ってますけど、はい、ね、これはこれあの僕本当さらばさんが東京に行く時ぐらいからもうずっと好きで、ライブとかも見させてもらって、うん、で乃木坂どこへから MC するってなってもいろいろパニックで、でもうそこから4期生のことたくさん知れて、もう今カッキーとセイラちゃん本当大好きなので、あー嬉しい、嬉しい、夢みたいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。幸せだ。ってことは私たちの番組の乃木坂スキッズとか見てくれたり、ね、もちろんです、もちろんです。うれしい、だからもう5回ずつぐらい見てます毎回。え、そんなに見てくれてんの。そう、もう5回ずつ。かわいいアーミーズもめっちゃ面白かったですし、うん、あるあるで遊ぼうもめっちゃ大好きで、あるあるで遊ぼうなんて、あるるあるるあるあるしか言ってないけど、いそんな5回も見てくれてる。もう全部全部見てます。乃木坂どこへから欠かしたことないです。本当に嬉しい、うん、こんなに思ってくれる。いやもう本当に幸せです、もう今こちらこそ幸せ、ありがとうございます。みんなで幸せになりましたね。さらば青春のこうきくん、はい、改めて今日からよろしくね。あ、よろしくお願いします。もう毎週もうリアルタイムで絶対聞きます。なあ、ありがとう。頑張る。学校頑張ってね、楽しんでね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。セイラちゃんもカッキーも本当頑張って、体調にだけは気をつけて頑張ってください。 ありがとう、ありがとうございます。バイバイ、ありがとうございました。I'm not afraid to
乃木坂46の IC です。そうですね。カッキーがセンターの。はい。ありがたいですね。はい。ということで。ね来ちゃったよ、本当に。びっくりしたよ。いや、前回、うん、実は、スクロブロックに、来校させてもらった時、二人で出てんけど、カッキーが、私のお母さんからの、うん、はたちゃんおめでとうっていう手紙をね、うん、ドッキリで代読してくれてんな。で、私はその時にすっごいカッキーに呼んでくれたことが本当に嬉しくて、だから今回カッキーを逆ドッキリしてやろうと、うん、でも泣かしちゃったけど、でも泣くぐらいなんか喜んでくれてたと思ったら嬉しかった。いやー、なんか一人でさ、こうなんか喋ることってこう得意って言ってこなかったから、うん、すごい不安だったから、大好きなセイラが来てくれて嬉しかった。そんなん言われちゃうの嬉しい。はい、足りた。はい、まだまだ足りひん。足りんかった。はい、はい、じゃあそろそろ下校の時間が来たみたいです。あっという間ですね。楽しかったですね。いや、次回からカッキー、カタに頑張ってね。頑張る、ありがとう。ということで、私とはまた来週この教室でお会いしましょう。4組の副担任、乃木坂46の柿遥と、これから柿を、そして乃木坂ロックスをよろしくお願いします。乃木坂46の早川聖羅でした。校長、教頭、改めてよろしくお願いします。